美濃市の長良川、美濃橋の周辺では川遊びに伴う水難事故が多発していて、先月もパキスタン人の男性が死亡しました。警察や消防は外国人の利用も多いことを踏まえて、ドローンで日本語と英語、ポルトガル語で水難事故防止を呼びかける音声を流しました。またライフジャケットの着用の大切さを記したチラシを配って訪れた人たちに注意を呼びかけました。